じゃあさあ、いろんな指揮官の下で、うんうん、まあ引退されてから外から見る、はい、もう野球も随分見られたと思うんですけど、うん、もうそれも含めて、うん、指導者としての、うん、まあ、理想像だったりだとか、うん、あとはこうベスト3、うん、この監督3人はやっぱり良かったよっていう人なのか、うん、それともワーストでもいいです、うん、こんなやつ監督にやらせたらいいかみたいな、その監督のその経験っていうのは野球始めた頃からずっとみんなそれぞれあるじゃないですか、はいはいはい、例えば中学校とか高校とか、はいはい、俺やっぱ一番影響を受けた、最初に受けた人はね、高校の監督だったんですよ。あ、高校の監督、その主要停止になった時の監督だったんですよ。この人はね、もともとはね、ちょっと危ない人だったんですよ。危ない人、そのもともと甲子園で優勝、準優勝してキャプテンだった人なんだけど、それが巡り回って最後、俺たちの2年生の時の監督になったんですよ。この人はね、とにかくイケイケで、それから人を見る目がね、すごかった、うん、一つはね、俺それまで2年生までピッチャーで9番だったんですよ、はいはい、で、あの甲子園大会、3年生が負けて、で、俺2年生だ、まあ一応ピッチャーだったんだけど、はい、その時に9番だったんですよ。これで新チームができたんですよ、秋に目指して翌年、はい、そこで監督が来たんで、その監督が監督就任の日にグラウンドを集めてね、でもう180何センチあってね、坊主頭で、眉がこんな濃くて、言葉関西弁で、踊らなとか言うような人だ、はい、で、おらおら、俺が言うから監督じゃとか言ってね、はい、内心、分かっとるわ、お前のもんみたいな、さ思いながら聞いてた。それがね、1年生から浜村ってのが一番4番だった、はい、ね、で、ずっと4番なわけだ。俺、ピッチャーで9番でいた。そしたらその監督がダーッ来てね、俺の顔見てね、お前な、今日からわしが監督や、お前今日からピッチャーで4番打てえと、いきなり言ったからね。それ何も見てないっていうか、情報はいろいろあったんでしょうね。見てきてんですよ、裏で。あ、でしょうね。で、浜村に、お前江本が4番だからお前3番打て、うん、で、順番にね、1番から9番で決めていった、その初日に、うん。それで試合が始まったら、俺がコントロールが悪くてね、その予選で負けた時も4連続デッドボールで俺負けたんで、1-0 で。それも記録なのよ。派手ですね。派手なの。それぐらいコントロール悪くてね、それ知ってるんですよ。ほんで予選が始まる、試合が始まると必ずね、ああ、お前な、相手の高校のこと言うわ。この高校見てみって。子供やで、こいつ。こんなんと俺らが試合するのはね、恥ずかしい。だけど、一応向こうも一生懸命やってるから、お前な、初回にな、3点やれって相手に、うん、3点ぐらい先やれって言うんですよ、うん、でマウンド行くじゃない、そうすると、うん、さっき3点やれって言ったなとか思いながらさ、ストライク入らないじゃない、うん、そうするとそうか、3点やるフォアボールいくつ出したらええんかとそうやってふっと思った瞬間にこういい球行きやすい、結局点取られないんですよ、出さって勝つわけ。それから攻撃の時はね、もうサインなんかね、3つでいいんだよと。で、盗塁、エンドラン、バントと、うん、1つだけお前らに決め事がある。10点目は自動的に救い、10点目はすごいですよ、ね、ここでランナーサードに行くじゃない、はあ、9点取ってて、そしたらもう誰がバッターでも次一発目にスクイズしなきゃいけない、うん、それでもう破竹の21連勝するわけ、はあ、秋の、あの夏から、はあ、練習試合が全部含めて四国大会まで一回負けないんだよ、はあ、それで優勝したんですよ、はあ、だからその監督が一つの理想像だったわけ、はあ、ね、ごちゃごちゃ、やっぱり言葉ですか、やっぱり言葉とその自分、まあ例えば江本さんがコントロールが悪い、うんうん、だからもう3点からのスタートにしろみたいな、ただそういうのはやっぱりこう、まあ俺も感性があるからそれを受けられると思うんだよ、感性があるってのはおかしいけど、それピンとこないやつに言ったってしょうがない、まあまあそれはそうですね、多分俺がそういうのにこうコッとこうあれするタイプだと思ったんだろうね、それでね、まあその監督で結局まあ出場停止になって、で練習もね、なんか気合が入ってないと急に辞めるんですよ、
お前ら今度ないなお前喧あの街で喧嘩でもしてこいっていうそんな人、うん、本当にしてきたやつがいてね、うん、それで招待師になったんだけどさで結局そういうもんだと思って大学に行ったら、うん、こんなこれがまたもうピッチャー並んだら一列みんな同じフォームで投げないと、うん、ねもう教科書通りやらないとダメだ、はいはいはい、やっぱ合うわけない、うん、あまあそうですねまあそれもあっただからその監督の野球理論は正しいかもしれないけども俺に合わないなっていうのがずっとあって大学全部からなんです、うん、でノンプロ入ったら今度会社の監督だな、うん、まあそうですねいろいろあるんですよこれが、うん、会社の監督はまあいろいろごまつったりとか、うん、あのいろいろ要するに古いピッチャーとか ね、 そうですね選手に気遣いしたりとか、はい、でそれでちょっとなんか出て不審感だったんですよで東映プロ入ったらそしたらなんかベンチにいたらエンドランのなんとかちゃんとかって監督がやじられてるんだからそんな選手に張本さんたちの人たちに監督ってこんな権力権限ないのかまあ威厳がないとダメですもんね、はい、それで阪神やった時に野村克也に出会うわけですよこれはやっぱりその自分のキャッチャーでもあったしねそれからその野球の理論とかいうのもやっぱりそのノートこんな持ってきてミーティングやるしねだってピッチャーのミーティングって1番からやるんだよ1番から1番江本順番にピッチャー何がってお前先発さこの1番1球目何投げろって言うんですよいやこいつデータ見たら1球目打ちませんから外角のストレートで入りますよまあそうボールだったらどうすんだよ延々やるわけで打ち取るまでやるんですよ架空ので2番こう1番が出てたら2番どうすんの延々やるんですよもういろんなケースがあるから終わらないですよ終わらないんだこんなノート持ってきてもうそれ嫌になるわけで人のやつやってる時は寝てんだよな半分そういうのをやってお前らはやっぱりその何回ね脈々とね鶴岡さんの時代からグランドには銭落ちてるお前ら拾えた自分、はい、っていう球団のこうあれがみんなこう、まあ、伝統みたいなのが、うん、あるだからノムさんはやっぱりピッチャーに勝たせたい、はいはいまあ、俺が関東関東って言うのは野村は関東しないと勝てないと思ってでリリーフに佐藤道っていうのがいたんです、はい、西武王がね、はいはい、で西武王には継ぐんだけど勝とうとでも先発はやっぱ勝たないな勝たさないとお前金稼げないその原点がやっぱり欠点のある人はそれをカバーするというのが野村の野球です、まあ、ミーティングでカバーしていける、うんで、ちょっとまあ何回か前に言いかけたけど、その小葉さんがね、はい、赤ヘルブームを作った時も、やっぱり守備コーチでね、はい、野村とブレイザー野球をずーっと見てたんですよ。はい、で、その野村を補佐する人たちも、小葉さんが広島に帰った時は、実は行ってるんですよ、広島に。はい、ノウハウをつなぎに、はい。それで突然、山本浩二さん、衣笠さんが、プロ入って2割5分ぐらいしか打てなかったのが突如3割以上30本ホームラン打って突然ミスター赤ヘルになっていくまあ赤ヘルブームを作りましたもんね、うん、だからそういうのを吸収する小葉さんもすごいなと思って監督としてあそうですね、うん、だから野村さんから派生してるのは確かなんですよあ、まあ、勝たせるためにそういうことをするということですよねそうそう、うん、最近はないけど広島はねその頃ねあの小葉さんと阿南さんという人を、はい後々の広島の幹部構成だというんで、はいはい、外に研修に出してるんですよ。うん今そういうことをする球団ないでしょ。まあないですよね。いいところへ送ると。はい、だそうやってまあそんな体験をしたんで野村でちょっと変わったんですよ。うんまあ、野球ってこういうもんだな。でまあそれからずっとこう見てまあ今日監督はねナンバー3って言われたらね、はい、ナンバー3って言ったら難しいけど。近年で言うと、はい、俺、森正彦さんだと思うんですよ。で、2位が、まあ、原、うんうん、3位が野村さんだ。ほう、森さんの一番最初に来た理由って何ですか ?9 年監督して、8回優勝して、6回日本一になってるんですよ。これ、勝てないんですよ、誰も。川上さんの9連覇以外はね。川上さんの9連覇は、長嶋さんがいたから。俺、一言で言わせる。でも森さんの時は広岡さんの後継いで、ね、森さんというのは評判のあまりよく聞かない人なんだけど、うん、球界ではね、うん、でも俺はこの人は一番監督としてすごかったなと思って、うん、
なぜかっていうと1年優勝して次の年選手調子下がるでしょ、うん、下がりますね。それで優勝するっていうことは何かあるんですよ。だから続くっていうのが一番、もうその人の人間性とかなんとかいろんなものを別にして監督の能力は全て成績次第だと思うんですよ。なるほど。もう俺はその成績でしか評価しないです、うん、もう人間性とかなんとかね、ヘリ口とかなんとかいろいろありますけど、その理論とかね、でもやっぱりすごいもん成績が、まあ、すごいですよね成績。勝てませんよ森さんに。で2位が原、うん、原の成績もすごい。これ14年やって B クラス1回しかない、はい、ね、1位と3位ばっかりだ、はい、で去年今年はまた優勝でしょ。そうですね。これね近年ではないですよこんなこと。いやないですね。それもすごい選手ってまあ何人かしかいないじゃん、うん、まあ、そうですね。ね、ピッチャーだってそんなね、うん、菅野ぐらいしかいないんですよ。だからそういう評価をまあするとしたらこの成績で評価してるんですけど、うん、まあ野村さんはやっぱりそのいかに自分がその成績が悪くてもよく見せたというね、これ大事なんですよ監督として。いやうまいですよね、うまい、マスコミの使い方もそうだし、でも成績は足元に及ばないんですよ森さんとか原の。でも野村さんって弱いチームを引き受けて、うん、強くしてないんだよ。してない、してないんだよ。だから言ってるわけ。ああそうか。弱い時はボロボロなんですよ。4年連続最下位なんですよ、うん、そんな監督はいないんですよ日米で、まあ、いないですよね。だけどすごい監督だったように思わせるっていうところがすごいんですよこの人。自分の見せ方をよく知ってるということです、うん、でやっぱり初戦は選手がいなかったら優勝できないんですよ、まあ、再生工場っていうのもあったけど、はい、それ何回以前に助けないと。しかしヤクルトの時とかね、まあ、確かにうまくいって優勝した時は1-4、1-4、1-4だった、はい、ところの優勝してるのはやっぱり選手、いい選手いっぱいいたもんね、まあ、確かにね。でちょっと調子悪くなるとやっぱり4位になるわけです。で必ずその俺の時はね補強してくれなかったと。阪神星野が来たら俺の後やったら星野は補強したと。でも言ってることはおかしくない。まあそうですよね。弱いチームを強くしたんでしょ。まあ確かに。どこのチームはだって阪神弱かったらさ最下位になるという、うん、でもやっぱり野村さんというのはやっぱ教育者だったんですよ、そういう面では。勝負師というよりというかね、自分にできなかったことをすごく要求した、ね、うん、あの人は9回1挨拶のできない人でね、うん、確かに、うん、そうでしょ。世間でだけど一番挨拶うるさかったでしょ選手。そうですね、うん、挨拶がねえじゃねえか、うん、俺よく別所さんとか太田さんとかの古いもうあの時代ちょうど俺だぐらいの年代でいつも言ったのね、ベンチで「野村ってなんで俺に挨拶で来ないんだ」いやそんな言われても私分かりません。それぐらい挨拶できないけど、やっぱりそれは全部全てそうなんですよ。自分できなかったことを要求したがるっていうねタイプで。だけどそれが全部なんか野村さんは自分の教育者のように見せてしまうっていうのはね、うん、これはやっぱりでもそういうパワーがあるんですよ、まあ、確かにそうですね。そこはすごいですよ。だから俺あの人が死ぬ前に野村さんとこの間に一つ野村さんと共著の本がある、はいはいね、初めてですよ。初めてやったんですよ。去年亡くなる半年前からね、はいはい、もうずっとその野村さんと本の打ち合わせやったりして、ああ、はい、まあ野村さんはだから、まあ、ある意味そのすごい、まあ、パフォーマーというかね。まあそうですね、はい、球界のやっぱり一つのね。でも球界をこう頭を使うような野球に変えていった人ではありますね、うん、そうそう、だからあの影響力があったことは確かですよね。そうですね。でも影響力あったけどそれが全部生かしてるのかって今の選手は、うん、これはね、してない、忘れてるみんな。そうですね、うん、まあ一つの例言うと、ベンチの中は談笑するとこじゃない、うん、ね、野球を勉強するとこ、うん、言ってるにもかかわらずこんなことやってるやつもいっぱいいるじゃん、ベンチに、ね、チャラけるの、はあはあ、ね、最近どこに多いの、まあ、多いっすね、あれやるということは、野村の教えを全く無視してることでしょ、うん、あれをまた微笑ましくね、なんかテレビ局かなんか映してなんか喜んだようなこと言ってるけどね、はい、あんなものは野村の教えを全く継承してない、無視してる最たる現象です、はい、
反省します。